水星星の植民は人類が水星へ移住し、水星の環境の中で生活基盤を形成すること、宇宙移民の構想の一つ。水星は内部太陽系で宇宙移民が可能な目的地の一つとして、火星や金星、月、小惑星体とともに提案されている。とはいえ、そこでの植民は惑星上の昼間の極端な温度のため、極地域に限られたものとなる。 水星の北極太陽に最も近い惑星であるため、水星の表面摂氏400度という鉛を溶かすのに十分なほどの暑さに達する。しかしながら、極地域の温度ははるかに低く、永遠に影となるクレーターには氷の堆積物でさえ存在する可能性がある。太陽へ最も近い惑星であるため、水星は膨大な量の太陽エネルギーを利用できる。 そこでの太陽定数は 9.13kW 前平方メートルで地球や月での6.5倍に上る。その軌道と比べて自転軸の傾斜が低いので月と同じく水星にも永遠の日差しと呼ばれる極の高所で太陽からの絶え間ない放射にさらされる場所が存在する可能性がある。もし存在していないとしてもこの傾斜であれば人工的に建設することも可能である。 水星の土には綺麗な核融合の燃料として重要で将来の太陽系の経済の鍵となると思われる大量のヘリウム酸が含まれているのではないかという予測がある。また、その構造から工業に利用できる重要な高価値の功績があることも期待される。水星は月より大きく鉄のコアのせいで高い密度も持っている。その結果、 水星の表面重力は 0.377g で月より大きく火星の表面重力と同じぐらいである。長期にわたり低重力にさらされることにより人間の健康に問題があることがわかっているため、この観点からは水星は長期間の人間の居住地として月よりは良い。大気の欠如、太陽への近さ、太陽日の長さなどから将来、 開拓者の重要な課題になると思われる。マリナー1号は金星による重力アシストを使う軌道を使用して彗星に到達した。ありがとうございます。